どうもしげしげです。本日も無課金サブサブ枠コラボ禁止しげドラやっていきましょうということで、本日はめちゃめちゃ久しぶりになってしまったんですけども、歴世の杯と深層の雫ガチャ引いていきたいと思います。まあ、いわゆる酒ガチャですね。はい、まあ、ちょっと始まってちょっと経っちゃってるんですけども、魔法石見てください、400個溜まっております。まあ、溜めて一気に引きたいなっていう気持ちもありつつ、まあ、初日には動画出さなかったんですけども、ユーザー情報、購入履歴、無料配布400個全部使っていきたいと思います。わかんない、全部かどうかはわかんないですけども、全部使い切る気持ちで引いていきたいと思います。なんでかって、まあ、このアカウントはコラボキャラ禁止だから、まあ、ドラゴンズドグマはさておき、その次のコラボとかも気にしなくていいし、今これ2月最終日ですけど、明日から3月になったらまたクエストダンジョンで石120個は手に入るしみたいなことを考えたら、結構このガチャやっぱ強いんで突っ込んでもいいのかなという結論ですね。で、狙いなんですけど、僕が今使ってるパーティーが黒飛びなんですよ。まあ、グラン黒飛び、まあ、よくある形だと思うんですけど、なので普通に酒黒飛びも引けたら使えるだろうし、なんだったら黒飛び自陣も1体欲しいし、まあ、他にもね、ジントニックとか、まあ、強いのいっぱいいるからね。まあ、バーテンダーワルリンとかも複数欲しかったり、ワインリーもいいし、トーカもいいよね。ちょっと全体的に幅広くゲットしたいガチャかなというところがあるので、しっかり引いていきます。まあ、引きながらね、気になってるやつとか引いたら、その時はちょっと解説も挟んでみたいな感じのガチャ動画です。やっていきましょう。まずはメール、ログインスタンプ1日目。はい、さあメールから、メールからまさかの6ですね。大吟醸かな。ありがとうございます。大吟醸ね、まあ色的にも役割的にも、無一郎のサブとかね、そっち方面で使えると思いきや、このアカウントはコラボキャラ禁止なので、でもやれることとして偉いんですよね。軽減ループだし、で盤面変換と泥鏡ってね、結構最近のギミック的に欲しかったりもするんで、リーダースケも76マスだしね、いつか使うと思います。普通に使うと思います。ではここから最大40連引くことができます。いきましょう。ほいほいほい。いやー、久しぶりのガチャ動画だけど、どうですかね。僕引き強でやってるんで、まあまあまあ6はね、それ出ますよ。ロベリール、はい、ありがとうございます。いちごのやつですね。全然書いてあること全体的に偉いよね。回復泥鏡と、まあアシスト無効回復にも対応してて、ダブル吸収無効と回復炎波と76マス偉い。からのざっくり見ていかないとね、ガチャ引いてるだけなのに僕普通に12分とか3分とか経っちゃうんでね、ざっくりいきましょう。ハイボール、かわいいですね。はい、かわいいと思います。ハイボールね、無限ですよ。あ、来た、7以上。さあこれでいきなり黒飛びが引けてしまうと、ああ、いいですね、ワルリン、いいですね、ワルリン、いいですよ。これもね、まあ、76にしながら全員のエンハンスかけながらの、盤面6色陣ですからね。5体並べたらループできます。はい、それはやりすぎ。6、ビールのやつ正解、ビアードン、爆芽流、いいっすね。ビールも無限に飲めまーす。からの、いいね、かぶりなしじゃん、とても偉い。わかんない、エルディアブロ、これ何のお酒なんだろう、ボールドフレーバー、ちょっとあんま詳しくないんだよね、好きだけど。あー、スキル強いっすね、回復役、4ターンで、いい闇回復、毒ルーレットね、指延長もついてると。はい、覚醒もいいですね。いや、強いね、改めて見ると。まあパズドラぶっちゃけそんながっつり見れてはいなかったんですけど、2月中特に。でも新キャラの情報とかパーッと見るようにはしてて、そう、今改めて引きながら見るとやっぱね、強いっすね。スペックが高い。ああ、急にかぶっていく。バッカス、違った、モヒート、バッキスだっけ、バッカスはまた違うか、モヒートね。はい、癖のあるやつですね、モヒート。はい、ざっくりしてんな。6、ブドウですね。
グレーシス、グレ、ブドドラか、グレープ、はい、うん、ウェイのやつ、はい、からの、ああ7来たね、7以上、いやー8でいいんだよ、8からの、おおイデアルさん、イデアルさん大好きです。ありがとうございます。イデアルもね、やっぱ人気キャラだからいろんな形態ありますよね。ついにバーテンダーになりました。まあ、使うかどうかはさておき。いや、まあ、うん、ガドブレあるしね、結局。結局からガドブレなんすよ。封印耐性ないのか。はい。ありがとうございます。まあ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 。まだあと30回も引けるから。どんどん行こう。ういさあ。かぶりはいらないよ。かぶりダイヤないのいいね。まあ6はあるんだけどさ。やばい、これ爆死だ。あ、メロンだ、メロドラのやつ、メローラム、いいですね。はい、ちょっと引きが渋くなってきた。いや大丈夫、あと250個もあるからいいし、どんどん行こう。はいはい、さあ7以上。てか武器もあるからやっぱかぶってもいいんだよな。でもそんなにいらないよ。おお来た、ジントニック、ありがとうございます。ジントニックね、20歳前半とかもうずっとジントニック飲んでた気がする。ジンが好きなんですよね、トニックウォーターと。はいはい、からの78ちゃう、黒飛び、あ、トーカー、いいですね。トーカーは普通に強いよ、これだって。リーダースキル的には指固定もついてるし、無股間スキル、上限値70億、盤面を4色陣。うん。ウェイも L 字もあるし。いいですね。使いましょう。からの、また6。そろそろ、コンプした？このフルーツ系とかは。あのさ、交換所のとこから見れるんだよね、確かね。ここのメダルのやつが全部か。はいはいはい。黒飛びだもんね、黒飛びだもんね。オーディン、バッカス、あ、バッカスこれか。はいはいはい。カルーアミルク、あ、カルーアミルクも欲しいね。ウイスキーもいないのか。あ、ワインリーね。オッケー。まだまだ行きましょう。おい。おい、おい、黒飛び引きたいね、一体でもいいから。あ、かぶり7以上がある。ジントニックアザース、これがレモンサワーレモック、はい、からの、さっきのやつ、ウイスキーのやつ、よし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 、オッケーオッケー、からの、あー、ワルリンが被るのね。全然ありっすね。レジントニックも嬉しいな、個人的に。うん。やっぱ武器もね、しっかりした性能してるからね、みんな。うわ、グレーシスとか4体目なんだけど。そんなにはいらんか、4体は。大丈夫だな。ちょっとぼちぼち焦ってきたか？言うてあと15回。5連ガチャ3回。大丈夫か？お願いします。はい。はい。お願いします。さあ黒飛び、止まれ、止まったらほぼ黒飛び。あー来た、あー来ない、これは6。 OK、 カルーアミルク、この牛かわいいよね。まあ本体もかわいいんですけど、ありがとうございます。からの、いや苦しい、モヒート、モヒート、うわモヒート4体。あー、これは苦しい。モヒートの武器もまあそんなにはいらんよね。グレーシスやば。赤いやつ出てないじゃん。なんだっけ、梅マロだっけ、これ。梅マロ。偏りすごいね。で、ワインリーも出てないでしょ。で、これがバッカスでしょ。いや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 。あわよくばコンプしたいと思っていたけど。まあ、無課金400個じゃコンプまでは無理か。いや、でもあと10回引けるから。こっから被んなきゃいけるから。いや、本当に400個使ったわ。余裕で使
えちゃうね。さあ、来た。あー、6か。あー、梅丸ね。あざす。あざす。初ゲットあざす。からの、ワイン。おー。え、待って。グレーシスやばい。6。ブルッカ2。全然 OK。ビアードン5。あー、まあ。そうね。まあまあまあ。許せる。まだ、まだ許せる。ロベリールさん。まあまあ。まあ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 。え、ラスト5連一発じゃん。早いね。時間も、ああ、でもまあ11分ぐらいか。いつもより喋ってないからね。はい。いつもすぐ横道にそれるから。はい。ラスト、黒飛び、黒飛び、黒飛び。黒飛び。黒飛び。引きます。渋いね。渋くはないのか。結構引けた方なのか。ワインリー引けないし、バッカス引けないし。いやでもリベンジするにしたらちょっとかぶりすぎてるやつがいるな。まあ武器とか考えたり、まあ交換の弾とか考えたら行ってもいいのかなとも思うけど、うん。だってもうあれでしょ、ドラゴンズドグマとヒロアカが確定してて、次本編のキャラって多分ぼちぼちゴッドフェスやるか、あとあれね、新学期ガチャがぼちぼち3月後半4月前半ぐらいから見えてくると思うんですけど、そこまでなんもないかもしれないでしょ。であとゴッドフェスがさあ、まあないか、まあこないだのゴッドフェスがあれだよね、あのミクコラボだったから弾けなかったんですよ。それも動画出せなかったんですよ、このアカウント。コラボキャラ禁止だからね。普通に弾きたい気持ちもあったけど、新フェスゲーム入ってたから。そう、そんな感じもありつつ、まあまた石貯めるか、貯めて軽く弾いてみるか。うん、このね、まあ普通に、まあ性能は強いっていうのはもうわかると思うんですけど、なんかそのコンセプトが好きです。酒ガチャ好きです。はい、そんな感じで石貯めていきたいと思います。使ってみたとしてはまあ10日使えるかな。ワルリンも組んでみたいな。ジントニックも強そうだなって感じで、何かしらやりたいと思います。3月ですね、2月はだいぶ動画をサボってしまったんですけども、いろんな仕事をしていて、3月動画上げていきたいと思いますので、ぜひ応援よろしくお願いします。そんな感じで本日は以上です。さよなら。しげしげチャンネル。